ロドニー・デンジャー・フィールドはアメリカ合衆国ニューヨーク州生まれのコメディアン、俳優、声優である。1921年にニューヨーク州ロングアイランドのバビロンに生まれる。父親はボードビリアンだった。19歳の時にジャック・ロイという芸名でスタンダップコメディアンとしてキャリアをスタートさせるもなかなか目が開かず、ウェーターなども兼任。しかしあまりにうまくいかず。 家族を養うために、アルミータのセールスマンへ転身して、芸能界を一時は諦めている。しばらくは、セールスマンとしての仕事を続けていたが、1960年代初頭に、やはり夢を捨てきれなかった、彼は、ロドニー・デンジャー・フィールドという芸名で、再び活動を再開。そんな時に出演した、エド・サリバン賞で人気に火がつき、コメディアンとしての再挑戦はこう奏した。 その後も独特なユーマーとハスキーで特徴的な声で数多くのテレビ番組などへ出演してさらに知名度と人気を上げていったデンジャーフィールドはその後数多くのコメディアンたちに影響を与える大物にまで上り詰める1969年にはマンハッタンにナイトクラブを買い上げてそこに立ったコメディアンで有名になった者も,も少なくない例としてジェリー・サインフェルド ロザンヌ・バー、ジム・キャリー、ボブ・サゲットなどがいる。1981年に発売したコメディアルバム、ノー・リスペクトは、グラミー賞において、ベストコメディレコード賞を受賞した。テレビ番組の他に映画にも出演しており、代表作として、バック・トゥ・スクールなどがある。心臓弁手術のため入院していた病院で、脳梗塞を起こし、2004年10月5日に死去。 2006年には、ケーブルチャンネルのコメディセントラルにおいて、彼を追悼する、レジェンズ、ロドニー・デンジャー・フィールドというタイトルの特別番組が、組まれ、アダム・サンドラー、クリス・ロック、j レノをはじめとする、大物コメディアンや司会者が彼を追悼した。これまで2度結婚をしており、最初の妻との結婚で息子と娘をそれぞれ設けた。しかしその結婚も離婚に終わり、 1993年に再婚を果たした。ありがとうございます。